決まりました。やっと。上には上がいるんだぞっていうのを身をもって体感してもらおうと思います。どうぞ。どうぞ。今日はね、多いね、人数が。新メンバーおるから、ちょっと、じゃマッキーが自己紹介でしょ。あ、マッキーです。これだね。よろしくお願いします。あとは、ゆうせいもね、初めての人だと思うから。はい、ゆうせいです。お願いします。お願いします。お前は初めてだな、今日。あ、初めてです。お前、ここ、何、どうしてデコ。あ、ここ、引っかけました。自分で引っかけました。ガチか。ガチです。全然おもろない。この動画でそこは一番ダサいぞ。すいません。お前、ダセえ服。出しとけ。今日は、これタイトルにもなってるけど、強豪校発表ね。決まりました。やっと。今1ヶ月ぐらい活動が始まって、ちょっとね、人数も増えてきて、これ以外にも今、おるんやけど、11人も揃ってるし、試合も組みました。で、相手、どこやと思う、ゆうさくん。ユベントスです。なんで、おーどこやと思う、相手。サンフレッチェです。で、黒か。はい。うん。いいとこついてる。あ、そうです。あれです。マディ、どこやと思う、はい。チェスカ・モスクワ。正解。正解なんですか。正解出たよ。広島で正解。え、プロスチェスカモスクワ初戦。え、すごい。プロですか。プロチェスカモスクワプロ。プロ言いたいだけや。というのは置いといて。キャラ崩壊してるよ。というのは置いといて。神戸弘陵。神戸弘陵の、まあ、そのどこのカテゴリーのこと戦うか分からんけど、神戸弘陵高校と施設が試合すると決まりました。おー、知ってるかお前。あ、知ってます。神戸弘陵、神戸弘陵どんなチームや。あれっすよね、草むしりとか結構有名ですよね。で、その神戸弘陵の試合が、4月の末にあって、で、まあ5月に動画が上がると思うけど、だからまあトレーニングして、ここからまあ戦術とかもやっていって、OK。まあ、広陵と試合が決まって、チームの中で一番関係が深いというか、一番多分楽しみにしてるのは僕なんじゃないでしょうかね。高校の時も常にライバル高校でやったし、まあこうやって今大人になって自分がプレイヤーとして戦っていけるのはすごく楽しみです。勝てるかどうかっていうよりも勝つしかないというか、勝つことしか考えてないですね。でも僕らテセーズとして、まあ、大きなこれからチャレンジをしていく中で、まあ、この初戦高校生に負けるわけにもいきません。上には上がいるんだぞっていうのを身をもって体感してもらおうと思います。まあ、やっぱりその自分はゴールを決める、どんな試合でもゴールを決めるっていうのが自分のサッカーの醍醐味でもあるので、必ずゴールを決めてチームに貢献したいと思います。神戸弘陵で、まあ滝川第二高校っていうのはもう兵庫県のもうトップ2なんですよ。だからもうなんか県リーグとか何かしらの大会でグラウンドに来たらもうなんていうの、もうみんな見るみたいな、うわ来たみたいな感じの高校なんですよね。だから高校のその時のもう僕の神戸弘陵の記憶ってもう何やろ、親分みたいな。神戸弘陵どういう印象かって言ったら、何やろうな、怖い。まあそうですね、まあ勝つしかないですよね、うん、っていうのはもう覚悟が違うと思うんで、テセーズ、我々要はもうテセーズのメンバーってもう普通の一般的な社会人の道を捨てて、うん、茨の道を選択した、強者たちの集いなんで、うん、覚悟が違うんですよ、うん、だからもう僕らは勝つしかないです。勝てるかどうかとかで勝つしかないです。そうですね、もう僕は圧倒的なやっぱパワーを持ってると思うんで、うん、そこはもうねパワーでねじ伏せたいなって思うんですけど、何よりやっぱねその元気、明るさ、うん、なんかそのモチベートするっていう意味でもやっぱしっかり声出してっていう役割を僕は果たしたいなって思います。まあ全国でも名の知れた有名な、チームですし、
こうやって初戦で神戸弘陵とできること、光栄に思います。まあ、今乗りに乗ってるチームの一つとして、神戸弘陵っていうチームが、全国でも挙げられている中で記念すべき1試合目として、非常に思い出に残る試合になると思います。勝てます、絶対に勝ちます。もうテセーズとしてもうプライドを持って戦います。高校生に負けるほど甘くない、大きな目標を叶えるためにこの初戦は絶対に勝つ、はい、もう絶対に勝ちます。まあ僕自身、攻撃の選手なんで、得点に絡むっていうところと、絶対に TAKAHIRO さんを神戸弘陵に勝たしたい、そのために、僕が点決めます、アシストします、結果残します。今回まあそうですね、相手は高校生って言っても、まあ、相手神戸弘陵なんで、まあ、僕も高校生と試合しましたけどすごい強いチームだと思うんで、まあ、そこは舐めずに、まあしっかりと、まあ、勝てるように、まあ、頑張っていきたいですね。で、まあ、あと、まあ、入ったばっかなんで僕は、まあ、その味方との連携とか、まあ、すごいコミュニケーションを取って今回の試合には挑みたいなというふうに考えてます。目標は、まあアシストですね、まあ、アシスト1回でもできたらいいなっていうのと、まあ、味方のとの連携を取りながら味方と楽しくできたらなと思ってます。そうですね、強豪校である神戸弘陵とできるっていうのにまずは、感謝したいですし、まあ、その強豪校の高校生相手に、まあ、どこまで高校生に対してできるのかっていうところも含めて、楽しみだなと思います。まあ、相手は強豪って言っても、まあ、高校生なのでさすがに年下には負けれないので、まあ、賢くやりつつ、まあ、球際の部分だったりそういう部分では、高校生にしっかり負けないように、頑張りたいと思います。まあ、多分出るとしたらセンターバックだと思うので、まあ、まずは失点をしない無失点で、勝ち切ること、あとはまあ競り合いの部分だったり、まあ、自分の、強みである対人の部分で、まあ、高校生にしっかり、見せれるように、で絶対負けないようにチャンスがあれば得点狙って頑張りたいと思います。神戸弘陵とね試合が決まったということで、まあ、僕やっぱ中学校の時に相手高校生で試合してたんで、もうディフェンスラインから全部ドリブルのみとかもうダイレクトのみとか、まあ、それでもやっぱ高校生ボコボコにしてたんで、まず高校に負けるっていうのはないかなと思いますね。ただまあちょっと不安なところといえば、ベルディフットサルやめてからちょっとブランクがあって、まあ、その体力面だとか体のキレっていうところでちょっと不安な部分はあります。まあ、その辺はね、テセーズの、みんなにね、フォローしてもらいながら頑張ろうと思ってるんで、ぜひね試合を楽しみに見てください、待ってください。はい、弘陵戦が決まって、テセーズがずっとやってきたことが、まあ、いい形で進んでいって一つ試合っていうところに持っていけたのはすごい良かったなと思うし、それがすごい弘陵っていう強い相手と試合できるってことに、まあ、感謝してやっていかないとダメだなって思います。まあ自分の持ち味はドリブルやと思うんで、まあみんなが取られそうなところで取られなかったり、チームがボール回ってない時とかに自分のところで溜めを作ったりしながら、まあ、自分も生かして味方も生かしていくようなプレーでチームに貢献していけたらなと思います。一応初期の方からメンバーに回してもらっているんですけど、やっぱいろんな支えがあって、こういろんなみんなの頑張りがあって試合ができるっていう環境に感謝しながら、弘陵絶対勝ってテセーズにいい風を吹かせたいなと思います。自分はポジションボランチで、やっぱりみんなの、良さを引き出せるような、パスであったり、声であったりを出していきたいなと思うんで、そこら辺で活躍していきたいなと思います。勝てます。どうもこんにちは、ジャンキソーの颯太です。兵庫で強豪校って言ったら、まあ一番最初に出てくるのがまあ神戸弘陵か、まあ、滝川第二かっていうイメージなぐらい、まあ兵庫の中ではまあ全国行くやったこの2つのどっちかっていう感じですね。まあ、それは勝ちますけど、まあ、勝ちます、まあ、気合も高校生に負けてないです。
まあ、その証拠にこれ見てください。ジャンキーマウス。ミッキーマウスではありません。僕当日これつけて試合出るんで、テセイズのユニフォーム着ないです。これで出ます。まあ、僕小学校中学校高校って一番意識してやってきたことがあるんですよね。それがボール拾いの速さ、ゴールネットをつける綺麗さ、グラウンド整備の正確性です。当日はこれを意識してやっていきたいと思います。僕は試合出ません。12人いるんで残りの1人僕がやります。神戸広陵はほんまにめっちゃ強い相手やなと思うし、まあ、関西でももうみんなが知ってるような強豪校なので、はい、本当に勝ちたいですね。絶対勝ちます。まあ、相手の、まあ、リスペクトを見せながらも頑張っていきたいですね。そうですね、まあ、点を僕が取って、まあ、チームを勝たせれるように、はい、点を取って勝ちたいと思います、僕が、はい。まあ、歴史のあるチームでも、ね、初戦に、まあ、ふさわしい相手じゃないかなと思いますね。勝てるかどうか、まあ、もうやってみないと分からないです。ただやりきるだけですね。そこで、まあ、勝つか負けるかサッカーの醍醐味なんで、そこを、ね、楽しみたいと思います。まあ、みんなが困ってる時に、まあ、インフルエンサーではない僕が、まあ、あの左サイドからアザウナミのカップインでコントロールカードで、まあ YouTube から沸かしたいなと思います。まあこのサッカーから一回離れてこういう機会を作ってくれた先生ありがとう。俺らここまで来たなって、うん、まずそういう気持ちがあるよね。やっぱり土から始まって、うん、6人から始まって今12人やね、選手が。でそうやってね試合できるメンバーも揃って、でまあ動画もね、まあ、いい感じに伸びてチャンネル登録者数も1万人と、うん、でそういう中でのやっぱ神戸広陵、うん、やっぱりみんなが知ってる強豪校やと思うし、やっぱ俺自身監督としても、この試合は選手としても、うん、やっぱり見せていきたいし、まあ、視聴者のみんなにはねテセイズここまで来たなと、うん、そういう、まあ、挑戦する気持ちがやっぱここまでなってるんやなって視聴者が思ってくれたら嬉しいし、そこはまあ俺らもまあその行動性はね、まあ、俺も選手として、うん、やるし、でやっぱり俺のプレーっていうのはまだほとんどの人が見たことないと思うから、俺もここからしっかり体作って活躍できるように頑張りたい。まあ、勝てるかどうかって言われたらやっぱり俺ら動いてないから、うん、負けるんちゃうかって勝てへんやん。それはそうや、動いてないから高校生の方が動けるやん。そんなもん負ける、保険かけてるとかそんなんじゃない、負ける負ける。まあ楽しみにしとってください、はい。